はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、蛇王軍の妖怪が5体復刻ということで、スザク、白虎、そして鬼釜、空天、オロチ、ライトが復刻。これはですね、まあ、トリプルゼータにダブルゼータ全て使えるキャラばかり、ちょっとね持っていない人はワンチャンあるんじゃないかと思います。しかもですね、特殊能力がついています。大王軍カチカチ鎖姫、強い方に対してダメージアップ、これむっちゃ嬉しいよね。そして戦機に対しても特殊能力があるということで、僕はですねまだレベル11、12倒せていません。なのでちょっとこれはイベント後半ワンチャンあるのか、元気ドリンクはないけどね。まあでもこれちょっと嬉しいんじゃないの。てんてんてんで終わったということは悲劇の始まり。最近ね気づきました。今までてんてんてんの時には神引きしやすい、ガチャから出やすいと思ってたんだけど、前回のリンネの時に大爆死したんで、ちょっとてんてんてん冷静になります。いや、なれるか。一応ですね、今回復刻したキャラは全て持っています。で、まあ白虎以外はですね技レベルマックスなんだけど、まだですね限界突破まではしていないんですよ。まあここが罠なんだけどね。なので今日はねちょっとワンチャン限界突破をね狙って回していこうかなと思います。なんといってもてんてんてんだからさ、これはちょっともうほんと罠だよね。確率見ていきましょうか。スザク 0.4%、 そしてダブルゼータは 0.5% ということで、まあ一個一個の確率は少ないんだけども、トータルしたらちょっとやばいよね。トリプルゼータ 0.8 のダブルゼータが 3% ということで、ちょっとこれワンチャンあるんじゃないの。それではですね、ガチャ回していきたいなと思います。単発でいきます。当たり前じゃないですか。さあ行くぜ。さあ、てんてんてんの伝説は来るのか。これで出たら出たでまたさ、てんてんてんが分からなくなってくる。ほんと分かりません。その後でもねちょっとコメント欄で教えてほしいなとは思います。いきます。せめてランク Z 以上昇天来てほしい。お願いします。さあ夢を見させてほしい。ていただならぬ気配を感じますね。マジかよ。でや、カブトムソウきました。これはてんてんてん、まさに分からなくなってきます。さあ限界突破マックスのため経験値玉になりました。どうなんだろうね今回の復刻。さあ皆さんはね何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりもね教えてほしいなと思います。まあ復刻ガチャはねいろいろあると思うよ、言い分はね。まあでも僕は思うのはないよりはあった方がいいんじゃないのか。まあガチャまず楽しみも出るしね。まあこれなかったらなかったでちょっと寂しいからさ、まあ結果どうであれ、まあガチャを楽しむという上ではまあいいんじゃないのかなと思います。まああとはねちょっと特殊能力に期待してるんで、ちょっとこの後ですね、今日はまだ時間があるんで特殊能力どれぐらいねあるのか、ちょっとねそのあたりも確認していきたいなと思います。なんかでも情報あったよね。ちょっと気になるのはですね、まあいつもそうなんだけど、これ特殊能力がさ活躍度小なんだよね。だからこれどうなのっていうのがね非常に逆にね興味あります。この金賞スザクでさえも小なんだよね。まあわかるよ、新キャラを優遇したいっていうねイベントあの運営の気持ちはね。まあでももう少しつけてくれてもいいんじゃないのかなっていうね気はします。まあちょっとねそのあたり確認していきたいなと思います。早速ですね復刻キャラ使っていきたいなと思います。さあまずはこんなパーティーで試してみます。さあ金賞スザクですね、カチカチ鎖姫とのおはじきバトルでダメージアップきました。トリプルゼータ普通に強キャラです。むちゃむちゃ強いです。フィーバーゲージがたまりやすい、さらに変身スキルもあります。フィーバーになった時に自分の技ゲージがたまるということでほぼたまります。そして鬼釜ですね、今限界突破プラス1全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。デカプニが降ってくる。
さらに変身スキルでボーナス玉が降ってくる。オロチライト来ました。プラス7です。こちらは変身スキルはありません。そしてジャオービシャ空天ですね。全消し&3種類の妖怪プニーを整理する。技ゲージが溜まった状態でスタート。そして変身スキルと。さあ比較のためにごく武士にはね入れてやっていきましょうか。特殊能力持ちキャラ。さあこんなパーティーでいきます。さあ今回ですね、特殊能力持ちで復刻がね5体も来たということで、ちょっとねパーティー編成いろいろ悩むとこだよね。ただ復刻キャラはですね、特殊能力の活躍度は小ということなんで、まあそんなに活躍は期待できないんだけども、それでもですねやはりダブルゼータなんで、さあこのギミックかっこいいよね。さあこれで2300きました。まあ結構強いんじゃないかと思います。活躍度小といえどもやっぱりダブルゼータは強いです。981。さあそして将棋キャラね、普通に強キャラいきます。打ち出しから強いからね、2000超えです。まあ、2000超えればいいんじゃないの復刻キャラ。ということでイベント後半で一気に難易度変わりますね。いつものことなんだけど、イベント前半は激ムズの無理ゲー、イベント後半になると、まあ、復刻などで特殊能力のキャラが増えて、まあ、難易度は適正化されると。なので正直ね、今からイベント始めるっていう人の方が正解かもしれません。僕はねイベント前半ちょっと走っちゃったんで、かなりこの課金だとかねいろいろダメージ受けましたけども。さあまたねちょっとパーティー変えていきましょうか。獲得 Y ポイントアップのキャラを入れた編成ですね。まあ現実的にはねイベント前半走っちゃったよっていうね僕みたいな人は、まあ、こんな感じで獲得 Y ポイントアップキャラ2体入れて Y ポイント取り返すパターン、まあ絶対取り返せないけどね、ような感じになるんじゃないかと思います。さあ鬼釜戦越えです。やっぱ強えな特攻キャラ、いくら活躍度小といえどもやっぱり強い。さあこれでダメージ的には1048。さあそして83ポイントプラスが結構あるよね。そしておっと元気ドリンク来ました。ちょっとね後半まだまだ走りますよ。さあそしてこのカチカチのステージ、ここのね周回もですねイベント後半の攻略になってきます。さあ今はですね僕はこんなパーティーでやっています。リンネがあるんで、そしてお松でねバフがあるんで、まあ、フィーバーインしておいてウルトラマンで技ゲージを貯める。そしてお松でバフを乗っける。そしてリンネいきますと、まあ、このパーティーであればフィーバータイム外でも倒せるんですよ。もしくはこのお松ね G まで貯めなくてもダメージ的には届きます。さあ絶品牛乳、さあものすごく懐きました。やはりステージゲットできるダブルゼータは貴重なんで、ここはできればね限界突破まで目指していきたい。来ましたね、カチカチ来ました。今回ドロップ率どうなんだろうね。僕の場合は結構落ちてます、結構落ちてますって言ってもねまだまだこれからなんですけども。さあ技ゲージ上げていきます。さあそしておはじきバトルやっていきましょうか。さあこのパーティーでどれぐらいダメージが出て Y ポイントがどれぐらい稼げるのかだよね。今回のねだから復刻キャラは特殊能力もねまあそれなりにありますよ。それよりもやっぱり普通に使えるキャラ、強キャラっていうのがポイントだよね。ダブルゼータ、強敵相手なんかでも使えます。この変身スキルがね強力なんだよ。
さあこれで2200。さあそして極武士にゃん。さあこれはダメージが出る配置。そして3100きました。さあイベント後半はですね、だから結構サクサクとねおはじきバトルが進められるんじゃないかと思います。そしてこのあとねまた特殊能力の効果特大アップとかね、いろいろ週末おはじきキャンペーンなども来るんで、もう一回この週末チャンス到来かっていうね、そこで一気にやっぱりレベル11、12を倒してウォッチゲットまでいければいいな。まあそれまではですね、まあお助けなどをしながら元気ドリンクをちょっとせこせこと稼いでいくこの極武士には動きいいよね。さあこれで7400です。さあそしてYポイントは111ポイント。